スーパーマリオメーカー2。パン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 、どうも、今のためだけにわざわざあのコースを作ったものです。わざわざギャーっていうタイミングを予期するためにちゃんと考えて作りました。いつもですね、わけわかんないオープニングが好きですとそう言ってくれてる方もいるんですよ。いや、いつもマジでやめようかなって思うんだよ。僕の始まり方は初見さんの方から絶対受け入れがたいオープニングだと思います。なんでこれからはもっと真面目なオープニングにしたいと思いません。はい、どうもピアキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、チーズポップスブレイクザフォースウォールということで、チーズポップスっていうのは海外の配信者っぽいんだよね。だからこれを訳すと、チーズポップスは4つの壁を壊すっていうことなんじゃないかな。それじゃあ僕もこのコースの壁を壊しに行くんですけど、僕がこのコースの壁を壊すのか、コースが僕を壊すのか、勝負しようじゃないか。必ず僕はこのコースに勝利し、壊れキングという名称を手に入れたいと思います。どうも、もうぶっ壊れてる系 YouTuber です。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.19%。 で、今日は真面目にやっていこう。いつも壊れてるとか言われてるけど、今日は初見さんの方も見やすいようにちゃんと考察しながら攻略していこう。もういつもわーわーギャーギャーうるさいと思うんですよ、僕。あのチーズポップスキング、あ、チーズポップスキングじゃない。チーズポップスキングってなんだ。いや、チーズポップスって書いてたからさ、あ、今やられたと思ったけど意外とやられないのね。ここはどうすればいいんだろう。あ、ジャンプしたらドッスンが降ってきて、この扉に入るとティントポップスって書いてたね。開幕落ちる。ここはティントポップスじゃない。タイディーポップスって書いてる。小さなおっちゃんっていうことかな。じゃあここは綱に捕まって上から行く。あっ、あっつ、もうすべてお見通しだ。条件はすべて揃った。何もしない。ここのツタに捕まって、そうしたらいけるんだろう。あの用意で、じゃあツタに捕まっておくでしょ。そして砲台が来て、もう一回ツタに捕まっておいたら何もしないで、あっあっ。よしよし。で、ユーフールバカっていう意味なんだよな。僕はバカでした。なかなかひどいことを書いてくれるね、ユーフールバカだなんて。小さい頃学校の先生、お母さんに言われなかったかい、バカって言う方がバカだって。だからあのユーフールとかいう汚い文字モザイクで隠しておこう。せーの、パン。これで僕の勝ちだね。もう何も見えないでしょ、ユーフールという言葉が。じゃあここは右か左か、一旦左信用してみようか。きっとこっちが正解だよ。そうであってくれ。右だー。実はさ、一番最初この部屋で引っかかった時、ユーフールっていうのが見えたからグーグルで調べました。ユーフールってなんだろうって、あからさまに知ってるぞ俺みたいな感じで進めてってるけど。じゃあここはフラワー取らないで行ってみようか。このハテナはなんだろう。コインか。コイン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 。なんか降ってきたね。あ、邪魔すんだー。っていうか暗闇なんだね。久しぶりだよね、暗闇のトロールコースって。あ、フラワー取ってしまった。まあいいか、フラワー取ることが正解だと信じよう。そしてこの先は絶対落ちたらダメ。ということはこの上のツタに捕まっていけばいいのか。あ、なんかフラワーいるっぽいこと書いてる。なるほどね、ここの氷を溶かしていけばいいと。そしてこの左は音符と氷、この上、あー、なるほどね、ここで小さくなっていけばいいのか。そしたら先に進めるっていう感じだよ。危ないね、氷を溶かしたら多分先に進めなくなってた。そしてここはフルセンド、全部送るっていうことなんかな。あ、なんかこっから進めない。うわ、見えねえな。うわ、どうしよう。一旦ここで明るくしといて、思いっきり右にジャンプしろってことなんじゃないかな。頼む、それで合ってて。なに。このまま面白すぎる。なんだ、誰が来んのか。台湾か、上等じゃねえか。誰が来てもいいぜ、僕がこの小さい枠の中でぶっ倒してやろうじゃねえか。誰か来いやー。いや、今の仕掛けはマジでうまいよね。あんな綺麗に閉じ込められるなんて思わなかったよ。じゃあここはジャンプしてちょっと左に追っておけば大丈夫っていうことでしょう。で、こっからなんだけど。え、これ違うの、下なんて書いてんだろう。ソフトロックシティ、ソルトレイクシティみたいな感じかな。これは左、うわ、やっぱいけないよな。なんか左、あ、なんか左ちょっといけるところあるね。あの隙間からこっちに行けっていうことかな。でもなんかここ実は下からいけるんじゃないのか。ほらね。だがもうすべて謎は解けた。この下どこかに隙間があったでしょう。そのどこかに行けばいいっていうことなんじゃないかな。多分目印がどっかあると思うんだけど、どこに行けばいい。一旦このままジャンプして目印を探すか。どこ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 か分かるか。あ、
ガチで分かったかもしれん。ここさ、ジャンプしないで右にダッシュするだけであの隙間に入れる仕様になってるんじゃないの。何か目印をくれよ。え、この生き方じゃないの。いや絶対そうだよね。どっかあったと思うんだけど、うん、どこかマジで分かんないんだけど、目印が何もないから分かりにくいんだよね。あ、この下なんか背景にさ縦一線があるじゃん。縦一線っていうかちょっと言い方おかしいけど縦線があるじゃん。この通りに行けば行けるみたい。はい、ダメ。もうこうなりゃ一個一個探っていこう。1個目の縦線はダメ。じゃあ2つ目の縦線ここだ。もうこのコースの謎すべてのここだけ理解した。この線の3マス左ぐらい、おっけ、これでいけるのか。そしてここは右か左か。そこは引っ込んでる。降りてジャンプ、降りてジャンプ、降りてジャンプ。さあこっからだよな。右に行くのか左に行くのか。右に行ったら、うわ、どうしよう。右ピンポン言われたけど左は、うわ、どうしよう。2分の1じゃねえか。右のピンポン信用してみるか。そしたらソルドレイクシティ、もう分かったぜ。皆の衆、僕なりのイカブで今から実況していくさ。さあ見ておいてくれ。なんか最近さ、ピオキングさんって可愛いですねってちょいちょい言われるんだけど、なんか母性本能出ますみたいな。女性の方出てる、母性母性出てるって言い方ちょっとおかしいかもしれないんですけどね。あー、なるほどね。ここはあのパックンいかにも怪しいな。じゃあ上から行ってあの中間ポイント取れるのか。いかん、左にダッシュしてみようか。頼む、取らせて。よっしゃまあまあ難しくなかったね、この中間ポイント取るのは。そしてここは上か下か。あ、上はダメ、下もダメだね。風が吹いてる。でも僕はこの風を突き抜けていくよ。僕は風さえも突き抜ける。スーパーミラクルローリングさんだ。すぐ右に行こう、風より早く。そして左側にさ P ブロックがあるじゃん。あの P ブロックなくなんないから、あ、なくならないのかっていうから、この P スイッチを踏むしかない。あ、意外とこの風の抵抗受けないんだね。そしてアテナブロック叩いていいのか。一旦叩いてみるか。そしたらいいとこ入れた、バックチョ。じゃあここは右にジャンプして、あ、やっぱ閉じ込められるよな。どうやってやられるんだろう。なんでキノコ出してくんの。あれ、出れたね。こっから実はこっちに行くのが正解みたいな。いや全然熱い熱い。今閉じ込められたと思ったけど、 You love、 あなたを愛しています。じゃあ僕も愛している。だからこの5分の1成功させて。いや来てる来てる来てる、絶対合ってるよ。ふざけるな。もうこうなら左からとことんだ、全部行ってやろう。順々に左に行ってみたな。運ゲーやん、無理やんこんなの。まあでも次で正解するんじゃない。こういうのって大体真ん中が正解っていうパターン多いよね。上等じゃねえか。そういう人なんだねこの制作者は。でもさすがに5分の5、あ、5分の5じゃねえや、5つあって全部引っかかるっていうことはないと思う。次で絶対に成功させるよ。5分の4引っかかったら相当運が悪いもんね。だからみんな見てて、絶対に次で正解させる。それじゃないと僕は報われない。さあ5分の4、次は行ってくれ、次で正解してくれ。全部引っかかるとかそういうのはないよな。頼む、ここでやってて。なぜなんだ。もう疲れたよ、全部引っかかった、全部。これ一番右合ってるんでしょ。あ、なんかあるね、ここ土管なんかな。あ、土管じゃない、下、え、なんもないんだけど。あ、なんかオンオフがあって、フラワー、嘘でしょ、ここで知りたいっけ。全部引っかかって、なるほどね、あそこに土管があるっていうことか。これ地味に難しいんでしょ、最後が当たりにくいみたいな。ほらね、でも知りたいっけ、飯を食べるな。いや、この下に行って土管は気づかない、さすがに。右側に落とし穴もあったしさ。チェックポイント2は、チェックポイント2もあってもいいよ。P スイッチ、 P スイッチを踏んでこいってこと。 P スイッチとかどこにあった。めんどくせえ、これこの状態じゃったらダメなの。あ、この状態でいいのか。まあまあ簡単なんだけど、え、どこに P スイッチがあったんだろう。一番左か、一番左のあのオープンすごい怪しくない。あそこに多分 P スイッチがあるんだよ。ちょっと待って、ここに P スイッチがあるじゃん。この P スイッチを持って先に進めないかな。 P スイッチ持ったまんまクッパクランって乗れたっけ。それ試してみていい。
ああ乗れるのか。じゃあこのピンスイッチを持ってさっきの場所まで行こうか。それで多分先に滑るでしょう。でここは左だったよね。さあこれでやっと滑る。チェックポイントに欲しいよ。まだまだ全然先だと思うけど。さあここ見えないな下が。ごめん、なんか魚とか降ってきてんな。わかるかこんなの。途中さ足場がないのがなかった。この下足場じゃなかったんだよね。絶対わかんない。鍵がいるのか。どこに行けばいい。ちょっと魚がすごい邪魔なんだけど。うわ、行き道がいっぱいある。とりあえず鯉の方行ってみる。鯉の方行ったら、ああ何も変わんないか。うわっナイス余計。なるほどね。このピンコインを取っていけと。左のコインは、あーコインは道しるべっていうわけじゃない、行き止まりっていうことなんかな。あーそういうっぽいね。なんで別に意味ないと思う。ちょっと待って、この赤魚だけ倒しとっていい。であと1個でしょ。この上に確かあったよね。赤魚がマジで邪魔なんだけど。あの赤魚ってね結構追ってくるんだよね。あこっちは何だろうね。いやーナイス。これめっちゃナイスなんじゃない。扉に行く、それともドア、それとも鍵ドア、どこ、どうしよう。一旦避けるわ。はいオッケー。で次も避けるわ。いやーちょナイス、うますぎる。そして次は、滑っていけばいいのね。さあ滑っていくよ。大体そんなことだろうと思った。またここか。もうこれは余裕なんだって。別に難しくないから飛ばしたいと思います。さあ戻ってきたよ。一番下にクレーン引っかかってるトゲゾウがいるじゃん。あのトゲゾウのところでジャンプしようか。ここオッケー。ナイス、チェックポイントに。え、この鍵とか必要なかったの？どうなんだろう。鍵ドアのところに行きたい気持ちもあるんだけどね。ナイス、余計。そしてここはジャンプして。絶対あるでしょ、隠しブロック。ないのか。じゃあこのままジャンプしていくよ。え、行かしてくれんの？進ませてくれるんですか？天国への道まで。ここでキノコが出てくるのを待っておけっていう感じだったよね。それまで待っておこうか。さあキノコが降ってきました。そしてあのブロックが壊せるっていうか。唇植物。恐れるな、真ん中に行け。そしてこのまま右にジャンプしろ。そうしたらこのブロックが壊せると、そういうことですね。どうしよう、残された道まだワンチャンあるよ。どっちが正解だろう。右を開けるか。え、真ん中は。もう何でもいいや。右のブロックは、左がブラパで真ん中が鉄球で右がバネだったでしょう。なんで、あっ、もう条件は全て揃った。バネを出してからの鉄球、これでいいんじゃないのか。さあ行きますか。たまには仕事するじゃねえかバネ。そしてもうそろそろねゴールが近いと思うんだけど、ここはキノコはダメって書いてるけど。なるほどね。いやあの鉄球に当たってこなくちゃいけなかったのか。そしてここはどうやって、うわなんかめんどくさそうな死にたい気だな。でもこれまたさっきの似たようなもんだね。この鉄球から出てくる魚にタイミングよく当たるっていう感じでしょ。こういうの地味に難しいんだよな。頼むこのタイミングがちょっと苦手かもしれない。しかも地味になったらさ意外と届きにくいんだよね。いやそれがちょっと難しいの。これ砲台に近づきすぎてもダメだしさ、近づきすぎたらね出なくなっちゃうんだよね魚が。だからいいタイミングで、どこ、ここ、やっほー、バネ出す、鉄球出すからのこの鉄球に当たってこのまま先に進めと。そして次さ、なんかパンがめっちゃ並んでなかった。これ、うわやっぱいっぱいあるよね。どうすればいいんだろう。右は、右は氷ブロックがある。あ、左がヒントになってんのかな。171、あこれ171にしろってことかな。なんで1で右も1でしょ。そして7、今なんか左出てこなかった。え、あれ倒してよかったのかな。それこれ何個、1234567891、だから2個叩けばいいのか。これで何か変わる。なんだこれは。これ171っていうの嘘なんじゃないかな。上にクリンボたちが降ってきたでしょ。それを倒したらいけないみたいな。え、どのタイミングで降ってくるんだろう。いやわかんねえ、いつ撃ってくるんだろう。絶対のクリボーたちが影になってる。あーなるほどね、多分これでいいと思うよ。さあ何が出してくれる。フラワーじゃないのか。あ、ここにフラワーがあるっていうことなんじゃない。違うね、この上に行っていいの。右が正解なんじゃ。ちょっと待ってくれって、チェックポイントゼロはまずい。え、どうなの、頼む。ユウなんていうの、ジャカルってなんか書いてなかった。ちょっとごめんね、英語読めなくて。
バカって書いてるな。こっからどうすればいいの？なあ、戻れないよ僕。チェックポイントゼロってことはやり直しってこと？いやーって思ったけど、これヒントなんじゃない？左の方にハテナブロックが2つあるじゃん。それを叩いて今度は上の左の方の土管に入っていけっていうことなんじゃない？だから最初からやり直せみたいな。ちょっとそれでやってってみようか。こっからなんだけど、この上になんかあるみたいな。いや、何もあるわけじゃないのか。じゃあ一旦ここでバブルを出しておいて、あの上に今度何かあるんじゃない？絶対そうだよ。今なんかやられなかったけど、あそこやられないんだね。ここに何かある。そうなんじゃないのか。なるほどね。ここでスターを取ってこの左の方の土管に入ればクリアできるみたいな。でドッスンが降ってくるんだけど、倒して、うまい、うますぎる。このコースこんな感じになってたの。そして、うわー、なんかいるな。なんか筋肉だるまがいるんだけど、あの筋肉だるま何もしてこない。待って、スネオ頼むって。スネオ、スネオくん、なんでいつもそんなことするのさ。僕はずっと君を仲間だと思っていたのに。まだそんなことを言っているのか、ピヨイボン。なんだと？私はお前を仲間だと思ったことは一度もない。いつでも好きあらばその主人公の座を引きずり落としてやるぜ。これからお前が行く先々全てを邪魔してやろうじゃないか。スネオ、もしさ、近所の人がスネオっていう説教してるの聞いたらマジでヤバいと思わない？あいつどんだけ感情的になってドラマを見てんだよみたいな。ここ左ダッシュでいいのか。あ、左ダッシュでよかったね。そして、あれ、鍵がないよ。今度はもしかしてこのブンブン倒せってこと？上等じゃん。いや違うんだって。え、本当にこのブンブン倒して合ってんのかな。ブンブンこっち来る。あ、ブンブンちゃんとこっち来てくれるんだね。やられそう。大丈夫。あ、閉じ込められたよ僕。ブンブン助けて。え、これマジで助かんない感じ。誰か助けて。次こそは絶対倒す。ただちょっと狭くない？ここ上も行ったらいけないしさ。この狭い中でこのブンブン倒すのちょっと難しくないかな。あっ、いけ。このブンブンマジで強え。よし、ちゃんとやろう。次こそ絶対に倒す。ガチで集中モード入るわ。はい、1回目。そして、2回目。そして3回目、ちょっと狭いよ。大丈夫？ OK。あれ？鍵は？え、鍵？え、ないんだけど。今までの苦労は何？え、この、やっぱこのハテナでもないよな。こっちのハテナのさ、隠しブロックがあっていけないし。え？嘘でしょ。ここ左に行けばよかったの。え、そんだけ 1,2,3,4 ってなんだよ。こういうの弱いんだよ。じゃあ2番行き、いや1番左行ってみるか。1番。頼むってノーじゃないんだ。あ、もっと3 3番を選べ。あ、3番はダメってことなんかな。ってことが4分の3が当たりってこと。じゃあゴールは、もうそろそろゴールがあってもいいんじゃないの？え、なんて書いてこれ？おーっと、なー、わからんね。おーっと、なんとかなんとか、TCP2 ラン。なるほどね。チェックポイント2取ってから右ダッシュしておけばゴールできるっていうことなんじゃない？いや、とか言ってもさ、またチェックポイント2まで戻る鬼畜さね、このコースの。ただ僕ずっと前から思うんだけど、これめっちゃ気になんない？ここの鍵。ちょっと入ってってみようか、せっかく戻ってきたし。さあ、鍵を手に入れてね、ここまで戻ってきたんだけど、この鍵ドアの先何があるんだろう。あ、ここに行けるの？え、ここまでショートカットできますよみたいな。あー、なるほどね。でもチェックポイント2持ってないからさ、じゃあ一旦3番入ってってみようか。さっき入れなかった。そしたら何があるんだろう。ディット CHNT なんたらかんたら。さあ、無事チェックポイント2までね、取ったから、こっから右ダッシュしようか。それでなんか変わるんじゃない？え、ここで右ダッシュ。やっぱなんか変わってる。これでゴールまで導いてくれるんでしょう、きっと。あー、なるほどね。本当にゴールさせてくれんのか。このまま右ダッシュして本当にゴールさせてくれんのか。中間ポイント戻すとかないだろうな。やった。
いや、めちゃめちゃ凝ってたね、このコース。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ7ということで、まあサムネを見たまんまですね、つららが画面いっぱいに設置されてあるコースですね。こういうコースって似たようなのたくさんあると思うんだけど、溶けないつららがあるじゃん。あれの設置の仕方によって攻略法が全然違ってくるから、意外と似てるようで似てないのって多いんだよね。僕もね、つららがたくさん設置されてあるケールコースやってきたと思うんだけど、このコースは一体どうやって攻略していくのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.88%。 まあ、正直言っていい、フラグとかじゃなくってつららをたくさん避けるコースって僕めちゃめちゃ得意なんですよ。だから瞬時にクリアしてみせるから、マジで見てて。つらら、綺麗にフラグを回収したところで真面目にやっていこうかな。今のはネタみたいなもんだよ。まず左に逃げよう。そして右に逃げる。クリア率 0.8% 侮るな。まず右、そして左からの右に逃げる。で、このつららってね、近づけば早く壊れてくれるんだよね。これを利用していく。真面目にやろう。このくらいのコース、真面目にやればちゃちゃっとクリアできるんだ。クリア率 0.8% がなんぼのもんじゃ。福岡魂なめるな。さあ、ここでゴールしてしまうよ、僕は。やった。まあまあ、つらら避けゲーが得意な僕にとっては、冷たいつららもぬるいつららだね。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、そこまで言うなら最速を取って見せようじゃないか。ここすぐ右に行って、あのつらら壊れると思うんだよね。そっから最速狙ってみる。最速が5秒だったから、めちゃめちゃ速いと思うんだよね。このコースのやられる最速世界一だね。多分ここで乗ってたらかわせるんじゃないかな。ああ、かわせた、かわせた。で、このまんまなるべく早く右に行って、あのゴールパーに触るみたいな。これマジで最速いったんじゃない。うわ、同じ5秒台か、際どいね。頼む、最速取ってて。素晴らしい。まさか本当に取れるとは思ってなかったけど、これが自称一発マリオ名人の実力だね。ということで、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。